こんばんは。あ、こんばんはじゃない、間違えた、ごめんなさい、アルフィスタジアムじゃない、すいません、ごめんなさい。こんにちは、オケアミカです。アルスタ特別版ボリューム1では MC の星選手、鈴木選手、高木選手に芋けんぴを食べながら2024シーズンについて語ってもらいました。やっぱここに残せる何かを取りに行きたい。 J1 っていう舞台で最初にね、日本一を取れたら、ね、これ以上ないと思う。ないよね、はい、家庭のタイトルはどうですか。家庭のタイトルはもういっぱいついてます。星ついてます、うん、俺星2個っすよ。星まだ星1個だ、星1個、うん、これからです。まだエンブレムもできてない公式のエンブレムもできてない。エンブレムもないかボリューム2では星選手の気になるあの話を鈴木選手、高木選手に掘り下げてもらいました。バチュラーやってくれないですか。確かに、いる人来る欲はあるよね。欲はあるよね。あ、結婚願望はある。はい、あるあるんだ。まあ、いずれは、はい、いずれ、いずれというとさ、そのどこ10年後でもいいわけじゃん、うん、別に現役中はいらないからさ、もう結婚したくないだよね。え、まあ、崩したくないでしょ、この流れを。いろいろ考えてるよ、今頭の中で、ね、浮かんでたよね。これ言っていいのかなあの子にああ言ったしない違うよ。いや、でも俺が多分この年で一緒じゃないですか。結婚してなかったら多分現役終わるまでしないと思う、うん、普通に。なるほど。なんかもう、でもそうだよね、ルーティーンみたいなできてるじゃないですか、うん、カイトと飯行ってみたいな、あそこがカイトとどっか行って、カイトと温泉行ってとか、カイトと一緒に車乗ってとかカイトしかいない多分ユージが結婚したらカイトも調子落とすと思うしさ。確かに、うん、心配っす。心配そこはカイトが心配なんだ。え、ちょっとそうっすね、兄貴派だってこと。やっぱあいつ一人にしちゃいけないかな。いや、あいつは一人の一人だ一人中の一人の時あるから、うんうん、いやしたいっすけどね。したい、したいんだ。したい。でさ、子供にサッカーやってるところを見せたいっていうのはあるよね、ちょっと。あの、それはちょっと思ったことあるかも。ある。でももう、けどまあそれはまあ別に。で、俺でもそれで俺親父野球やってるの見たことなくて、なんか、ああ、そうなんだ。覚えてなくて。そうなんだ。で、それで自分も野球やってたかもなとか、うん、野球もっと好きになってたかもなとか思うと。やっぱ自分の息子にちょっと見せたいなってなって、うん、今見に来てくれてるじゃん、うん、そうだね、なんかもうすごい覚えてるから、うん、嬉しいな。いつ頃から覚えるのかな。確かに覚えてるの。5歳点取ったら覚えてます。やっぱ多分あれ点取ったよねみたいなそういうなんかこう過去、ね、断片的な記憶があるっすね、うん、発育したよねみたいなのは覚えてるんで、だからそういうなんかその見せるのも大事、インパクトも結構大事っすね。参考になります。いっぱい走ってたよね。いや多分それ覚えてないね。多分分かんないね。あの解放うまかったねそこまでサッカー分かってたら相手の逆ついてたね。左足も蹴れるいやでも本当になんかそういうの覚えてくれる、まあ、ご家庭はまあでもね、有事次第だね。ユージ次第だよね、実際。ユージが結婚したいって言えばできるし、うん、明日にもできるだろう。いや、そんなことはないですけどちょっとおかしい、おかしいね、それ ね、まあでも、結婚願望あること知っただけで、ね、ありがたいですね、うん、ありがたい、ありがたい、こっちからしたらよかったなっていう、ユージが結婚したいと思っててくれてよかったなと、うん、いや、した、まあ、ずっと一人でいたいとかではないですね、別に。ずっと一人、いずれは家庭持ちますよと。あ、まあそうですね、うん、はい、ただそのタイミングが今じゃないですよと。タイミングはまだ測りながら、はい、測るよね、はい、でも今多分もうテレビの向こうはもう、え、そうだよ、何の絵ですか、ビッグチャンス来るんじゃない。来るよ多分 DM バチェラーやらないんですかバチェラーどういう家庭を築きたいかなんだ。どういう家庭ですか。責められた
夫婦円満の秘訣をじゃあちょっと。俺は全く喧嘩しないっていうか、怒らないし怒られない怒らないし怒られない家庭です僕は。だからよしよし言えそうだもん。仲いいっすね。ユージもでも絶対怒んなそうだよね。絶対怒んない。だってゴメス1年ぐらい頑張ってるんですよ、ユージを怒らせようとしてでもまだ怒んない。まだ怒んないっす。あれ怒らせようとしてんの？怒らせようとしてるってぐらいしか思ってない。そう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 ということで本人に直撃してみました。そうですね、あのブラック星ユージを引き出したくて努力はしてるんですけど、まあ、なかなか難しい。いや今年も引き続きあのいじり続けて、一回マジでガチでキレさせたいな本気に喧嘩するぐらいキレさせたいな、裏テーマで、はい、何聞きたいのまずめっちゃ掘るめっちゃ掘る聞きたいっすか。なじゃあ最後最後最後、ね、年齢は年齢、ね、年齢年下年上、ああそこっすか。えそこは別に、あどっちでもいいんだ、はい、そこは別に問わないですね僕は。上でも別に下でも。じゃあ俺も聞いていい？うん。どんな子がタイプなの？どんな子っすか、うん、どんな子雰囲気でもいいし、その見た目でもいいんだけど。そしたらさ、俺もユージの好きそうな女の子いたよとか言えんじゃん。どんな子ってやるちょっとあれだな。なんか明るい方がいいのかさ、例えばね。その元気がいいがある子がいいかも俺は。俺そんなに自分からペラペラ喋んないから、喋ってくれた方が俺は楽かもしれない。でなんか引っ張ってってくれるような。別に引っ張ってくれなくていいんだけど。いいの。別に。行こうよみたいな。どっか行こうみたいな。あ全然それでも。うん。じゃあ行こっかってなるんで。俺は。年下じゃない？年下ね。結構年下でいいんじゃない？ねえユージ君行こうよ。こっと行くよ。そういう言い方。こっと行くよ。言い方。年下っぽいね。でも年上になるとやっぱ引っ張られるっちゃうもんね。そうそうそうね、ゆうじくん行くよそんな言い方する人いる好きっすねおもろ何分の番組これ視聴回数上がるぞ。視聴回数がすごいことになる。考え上がんない題名ちょっとさ、星ゆうじだーなんか重大発表てんてんてん、はてなみたいな違う番組になってるよ、それそれでは皆さん今シーズンも応援せーせーせーのせーせーもう誰が言うのせーのよろしくお願いします